この番組は視聴者のためにパチスロライター木村魚拓が私利私欲をして大当たりと女の子のすっぽんぽん、そうスロとエロの融合を目指し奮闘する前代未聞の番組である。魚拓と成瀬の月とすっぽんぽん、もういいじゃん、グイッチョペロッと、すごいよ。実は、はい、番組にね、視聴者の方からいっぱいお便りが来てて、最近勝ってねえな魚拓、お前のせいでムラムラできねえ。あ、パンツ下ろしたまま何もできねえじゃねえかって話ですか。なんだよ、何の番組なんだよこれみたいなっていうのが来てるので、はい、なんと今回リニューアルをねしようかなと。ムフジュウユさんが本当にすっぽんぽんになります。今回スペックじゃあご紹介します、はい、上から94、58、89、 G カップです。ご紹介しましょう。さくらちなみさんです。静かに入ってきました。これだよね、ここのこれですよこれ。いやおかしいじゃん、すごい細いね、細いすごい。ちょっと待ってね、じゃあ今回からバージョンアップしたってことは、うんうん、俺が勝ったら、うん、彼女の生着替えが見られるってことですか、うん、見れますね。すっぽんぽんに本当になってくれるということ。この私服を脱ぎ捨てるわけですか。なってもいいよって言ってくれたってことですね。あーちょっとチラリしてくれてる。チラ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 来ます、ね、いやいや、あーちょっとこれこれすごい。いやいや、これはちょっと勝たないと。これで負けたら本当にやばいっすよ。ぜひとも魚拓兄さんの勝利が見たい今回の対戦機種は花火とバーサス。ディール配列もそのままに見事カムバック。目押しが重要なシンプルボーナスタイプだ。ルールはいつも通りシンプルに最終獲得枚数で多い方が勝利。そして今回から魚拓の勝利でタイトル通りのすっぽんぽんが炸裂。さくらちなみちゃんが生着替えを披露するぞ。さらに今回から大移動が自由に、立ち回りにも注目だ。でもって驚きのすんげえ新コーナーも登場だぜ。さて、今日は花火とバーサスということで、さあ俺花火になりました。もうこれ負けるわけにはいかないですね、さすがに。まあ、確かに今まで冷静に考えると、そのグオミータの俺と、あとそのプレゼントをポラ当たった人だけっていう状況だったんで、生着替えが見られるということは、まあ確かに多くの人に俺が勝てばメリットがある。で、負けたら俺だけ被るっていうね。いいよ、勝ちゃいでしょ、勝ちゃ。こういう台を打ったことは、じゃあまずバーでしょ。バーを狙って順押しはダメ。え、そうなの。順押しをすると、まあ、順押しでもできるけど、このこういう台は基本的に挟み撃ちで、そうそうそう、まず1個注意してもらいたいのは、はい、ここまあバーを狙って打つとスイカがテンパイしたりする。スイカがここだったり斜めだったり、その時は真ん中にスイカを狙わないといけない。スイカを取りこぼすと15枚損する。15枚300円、これ10回ミスしたら3000円の損失。やば。だから時間かかってもいいから、これは赤ナを狙う。赤ナちゃんと子役を取るのに、何なりその要は技術できることをやっていれば、設定値でも客がのプラスになるっていう台が結構あったわけですよ、その頃のリバイバル機ですね。だからこの花火とか VS も仮に設定、まあ、設定4段階なんですよ、1、2、5、6、4段階なんですけど、仮にその一番低い1であったとしても、きちっとその子役を取って、で劇中にやるべきことをやれば、そう、まあ勝てるとは言わないですけど、まあトントンか若干のマイナス SM っていう、まあ甘いスペックなんですよね。なので
とりあえずその花見なりバーサスなりっていうところに座って、打ちながらその店の状況を見てくっていうのはあるんですよ。俺もたまにで今これまあ花火の場合ですよ。そのフラッシュ、まあ不発以外のフラッシュは絶対にその子役は棒だったんですよ。で今中ちゃんと氷を狙いました。でフラッシュをしたんでこれボーナスです。で花火バース。でバーの場合はもうこれはそろった振り打ちです。でこうやって朝一様子を見つつその狙い台、まあ例えば外線が下に並んだりしたらその外線の様子をこう伺うっていうのは一つの方法するというか花火とかバースの使い方ではあります。キスポらしからぬ的確な解説を見せた魚拓に対しど素人成瀬は眠くなってきた早い早い早い一回は当ててほしいなあれなんて難しいの あれ難しい難しいまずこの難しさを超えてくるとリーチ目とか覚えるとめちゃくちゃ面白い面白いね